皆さんこんにちは。今日はスパイクの解説となります。スパイクは身長や打点というのが大きな部分を占めます。しかしその身長や打点がなくても点数を取る方法はあります。それはブロックアウトですね。ブロックアウトができるようになれば打点が自分より高いブロックが来たとしても点数を取ることができます。打点が高い人でもブロックアウトが取れるようになれば攻撃の幅がすごく広がります。今回ブロックアウトができるようになるよう映像を見ながら解説していこうと思います。よろしくお願いします。ではまずブロックアウトとは何かっていうところから解説していきます。ブロックアウトっていうのは、まあその名の通りブロックを使ってアウトに出すということですね。なぜこのブロックを使ってアウトに出すことが戦略的かというと、ブロックアウトをして弾いたボールはレシーバーが取りにくいボールとなるからです。レシーバーは基本的にブロックから抜けたスパイクをレシーブするように待ってます。なのでブロックに当たったボールっていうのはそのボールとは違うので出だしが遅れたり自分が判断しているボールではないので難しかったりします。さらにブロックアウトをして弾いたボールはコートの外に落ちてもタッチしているのでスパイカーの点数となります。まあ、ブロックアウトっていうのはそれだけ戦略的である、そして打点が低い人でも点数を取ることができるということでとてもいい戦略的な攻撃となります。ではですね、ブロックアウト実際している映像を見ながら解説していこうと思います。ではどうぞ。ブロックアウトをするとき、まず注意したいポイントがあります。それはアウトに打たないということです。あくまでもブロックに当たってからアウトに飛んでいくというそのようなイメージをしてブロックアウトを狙ってください。あからさまにアウトを狙うというのはもしブロックに当たらなかったらアウト、ミスとなってしまうので、これは一か八かっていう戦略的な攻撃ではなくなってしまいます。一か八かっていうプレーはバレーボールの中であってはならないプレーなので必ず、アウトにならないようにしましょう。もし当たらなかったらインになる、そのようなイメージでブロックアウトを狙っていかないとミスとなってしまったら相手に点数いくだけでなく、まあ、流れとかも相手にいく可能性があるのでミスになるぐらいだったら繋いだ方が次のプレーを期待できます。他にも、ブロックを狙ってもらうっていうこともできるのでそこまでブロックアウトをアウトになるコースでも狙いに行くっていうのはやめた方がいいです。今回レフトから打ってるんですが、この時短くなった時はストレートにアウトを出そうとするとこの延長線上っていうのはアウトですよね。なのでストレートに出すことはできません。短くなった時はクロスでアウトに弾くか、上からブロックの上を狙ってアウトに弾くようにしましょう。ブロックの上を狙う時も思い切り上に打ってしまうと当たらなかった時アウトとなってしまうのでエンドラインコース奥を狙って打ってブロックに当たってそのままアウトを飛んでいくっていうイメージでやっていきましょう。なのでこうやって短くなった時はストレートを狙わずクロスか上を狙って攻めていきましょう。実際にブロックの手を狙ってやるっていうのは最初難しいのでこのようにブロック板を使って練習するといいです。このブロック板を使って練習する時もセッター、このセッターはトスを手投げで上げましょう。普通のトスを上げると乱れることが多いのでまず最初の基本として手投げで上げてスパイカーの練習をしましょう。トスを手で上げるようにしても少しのズレっていうのはあります。この少しのズレ、短くなった時、長くなった時に対してはスパイカーが対応してどこを狙うのかっていうのを考えながらやっていきましょう。このようにですね、手投げで上げてもらってブロックアウトを常に狙えば試合の場面でも使えるようになるのでこの練習を繰り返していきましょう。そして2つ目注意するポイントなんですが、ブロックアウトするときはパワーを使わなくていいです。力がなくても当たるとこが良ければちゃんと飛んでいきますし、ブロックアウトで飛んだ球っていうのは、後ろじゃない限り横ですよね。横っていうのはレシーバーと、遠い距離にあるので繋がりにくいです。なので横を狙うときは、スパイクの強さっていうよりは当たる場所っていうのを狙って打つようにしましょう。でインになるように打つっていうのを最初言ったんですが、サイドラインを狙って打つようにすれば必然的にギリギリのラインを狙うことができますよね。そうするとブロックの横、右側左側当たるようになって外に飛んでいくと思います。このようにラインを狙ってストレートが少し空いていたらブロックに当たって外に出ていきますし、ストレートが完全に空いていたらブロックに当たらずに打つこともできます。ブロックアウトを狙うときはコートに入るようにするっていうのをまず意識してこの練習を繰り返してみてください。ブロックアウトができればどんだけ高いブロックが来たとしても戦うことができますし点を取れます。
基本的に打点が低い人がクロスに打とうとするとコースが長くなってしまうのでレシーバーが取りやすいです。そしてインナーや下に打とうとすると必ずブロックが来てシャットされることがあるので、まずはこのストレートを狙うようにしましょう。打点が低い人、身長が低い人っていうのはまずはストレートを作ってからクロスを狙うっていうのをしていけば、戦略的に戦えるだけでなく点数を取りながら活躍する選手にもなれます。ぜひこの練習やってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことでやってほしいこと、知りたいことがあればぜひコメントに残してください。インスタグラム、ツイッターもやってるのでそちらからメッセージでもいいです。このチャンネルはバレーボールに関してのこと様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。